今日スペシャルですから、今までの嘘発見記のいいとこばっかりをボン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 と。随分書けましたですか、嘘発見記。女性が30何人、女性37人、で男性が53人、合計143人。違う、90名余りの方、まあ、かかってますから、そのいいとこばっかり。名場面集、名場面、そういうことです。針がいっぱい揺れて、そうそうそう、だけどあそこで泣き出すとかそういうことはないだろ。なかったですね。ありがとう。で後で泣いた人がいるんじゃないですか。シャレになんないと、手も大変ということで、まずはシャレになんないのはいっぱいあったな、人間関係編ですよ。あれは我々が質問するときにおじさんが余計な人まで出してましたからね、その人間関係編、誰々が嫌いだとか、そうそう、あのシリーズをいきたいと思います。いいね、見てください。あれ嘘発見記だから、嘘発見記、我々じゃないですか、はい、人間関係編です。すべての質問にいいえでお答えください。いいえ。今までに芸能界の女と深い関係になったことがある。いいえ。おい、約束違うぞこれ。面白いな。芸能界の女と深い関係になったことがある。いいえ。私はかみさんの鉛を取りたい。いいえ。すごいよ。待ってない。ゲームスミスが嫌いだ。いいえ。おお。ボーダーシャーミンが嫌いだ。私はたけしの前ではたけしさんが好きだと言い、タモリの前ではタモリさんが好きだという調子のいい女だ。いいえ。おー、調子のいい女なんじゃない。じゃあこの辺でちょっと聞いてみましょうね。今男がいる。いいえ。他のたけしが嫌いだ。いいえ。私は酒を飲むと人を殴りたくなる。いいえ。これ言ってみましょう。野坂のパンチは効いた。いいえ。今度は必ず野坂をノックアウトしてやる。いいえ。野坂のパンチは効いた。誘われたことがある。いいえ。おー、正直ですね。出ますね、反応が。今までゴルフ関係の女に手を出したことがある。いいえ。散々ありそうですね。それはゴルフ熱中塾の早坂昭代だ。いいえ。今ジャイアンツをやっていた時にジャイアンツの 誰かに誘われたかを探るね。いきますよ。笑顔に誘われたことがある。え、こんなやったの。いいえ。おお。星野監督が嫌いだ。いいえ。落合が嫌いだ。いいえ。ゆっくり動きましたね。ゆっくり。落合の神さんはもっと嫌いだ。いいえ。これに覚えてる。君が出た映画は必ず当たると思った。いいえ。おお。松方弘樹と兄弟になったことがある。いいえ。グリーンと村上龍が嫌いだ。いいえ。相当嫌がったみたいな。わあ、ちょっとこの機会まともだと思う。郷ひろみが嫌いだ。いいえ。森末慎二よりは売れると思う。いいえ。ああ今男がいる。いいえ。あ、今でも週2回はやっている。いいえ。泣いてますからね。泣いてますね。いくらなんでも少なすからね。いくらなんでも少なすぎるという。元祖加瀬は賢い人だと思う。いいえ。実は坂本が売れるのに自信がない。いいえ。PM 時代大橋巨泉と深い関係になったことがある。逆の方で飛んできた。娘の友達を愛人にしようと思ったことがある。いいえ。では桑野信義を足手まといに感じている。いいえ。あなたは今他
ファックスを使って愛の言葉を交換していますね。おー、してるんだ。いいえ、ファックスとかいろんなもの送っちゃってるんじゃない。またがっちゃったりなんか相手はね、いつもまず最初に、はい、プロゴルファーの西川哲太。いいえ、あ、西川哲太だな。本当に噂ですよ。御堂筋の向こうから歩いてきたあれはと神岡龍太郎が絶句したブスを追いかけてやってしまったことがある。いいえ。これ一体何だよ。親父じゃないですか。あなたは先日ある男と海の露天風呂で有名な伊豆の北川温泉へ行った。いいえ。ここからすごいぞ。帰り道どうしても我慢ができなくなり、その男の前でノグソノグソしましたねって言ったの。何それ。いや、ノグソはしませんけど、うん、おしゃれちゃんはしましたよ、ね、テレビ初出演だった太陽に吠えるの鳥に遅刻し、石原裕次郎を待たせたことがある。いいえ。その時裕次郎さんに何様だと言われ、御前様だと答えた。いいえ。昔男のアパートへ遊びに行って共同トイレに閉じ込められたことがある。いいえ。あなたは陣内孝則の家で悪酔いした柳葉敏郎を突き飛ばしましたね。いいえ。その時若鷹があなたとギバちゃんの中に入ってその場を収めましたね。いいえ。高校の卒業アルバムを見て電話してきた見ず知らずの男とデートしたことがありますね。いいえ。あるね。あるな。その時ホテルへ連れ込まれそうになり焼きを入れましたね。いいえ。入れましたね。焼きを入れちゃった。そう、バブル崩壊は痛かった。いいえ。他の部分は。バブル崩壊は痛かった。いいえ。これ本物だ。不動産を教えてくれた千正をにらんで。あらこれ本物だ。これ機械千正雄が嫌い。いいえ。これはないですよ。これはないですよ。この間すみません、イースを使って。なんで。今の男より赤井くんの方が好きだ。いいえ。赤井くんできただけでもドロッといけますね。この番組を見て中島智子に俺のこと好きだったんやったらそう言ってやと電話した。いいえ。電話したんだよな。どう考えたって。どうだよ情報が。うっかり八兵衛とうっかりやってしまった。画面が笑ってるもの。画面が夜もハットトリックだ。ああ、やばい。夜もハットトリックだ。ベッドの上で行く時ゴールと叫んでしまう。ベッドのコーナーから飛びかかんじゃない。なるほど。コーナーから飛びかかんじゃない。カッさんはパンツによくうんちをつけていて。いいえ。ついてますね。つけてるじゃなくてもっこりしてるでしょ。そんなにもっこりって。パンツに産んでいるって言ってる。下広子に手を出したことがある。いいえ。和州山に手を出したことがある。の司会で秋田へ行った時1万円でコンペイさんのやってるところを見せてもらいました。いいえ。何してんの。一体今までどういう人生あれ。大阪で喧嘩して日本刀で切りつけられたことがある。いいえ。これあったんだよ。ドクマムシさんが頭の切りに貯金箱だって10円入れようとしたこと。貯金箱だって10円入れようとして、その時はさすがに怒ってしゃれんな。じゃあ女の貯金箱はひっくり返そうかって言ったんだよ。